もうロシアは完全に終わりを迎えそうです。お疲れ様です。パーソナリティの春菜です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、ウクライナがロシア領土を攻撃、ついに逆転攻勢が始まるをお送りします。ウクライナがロシア領土を攻撃。ロシアがウクライナへの全面侵攻を開始してからすでに2年以上経過しましたが、現在も激しい戦闘は継続中です。しかしここに来て大きな転換点が訪れようとしています。バイデン大統領がウクライナに対し、米国が供与した兵器を用いてロシア領内の軍事拠点への限定的な攻撃を容認する方針を伝えたのです。これまでバイデン政権は、戦術核兵器による威嚇を繰り返すロシアへの刺激を避けるためにロシア領内への攻撃をレッドラインとして消極的な姿勢を示してきました。しかしウクライナ東部のハリコフ州ではロシア軍の攻勢が続いており、英国のスナック首相やフランスのマクロン大統領は、欧米が供与した兵器をロシア領内への攻撃に使うことに前向きな発言をしていました。バイデン大統領のロシア領内への攻撃を容認するというこの大きな方針転換は、政権内部や同盟国に押される形で決断されたものです。ただし具体的な標的はハリコフ州の周辺地域に限定されています。つまりロシア領内でウクライナ領への出撃やその準備を進める部隊や司令部、武器庫などを155ミリ榴弾砲や高機動ロケット砲システムハイマースで攻撃することを想定しているようです。そして実際に6月4日にはハイマースを利用しています。一方でロシア領の民間施設を狙うことや、供与した地対地ミサイルエイタグムスなどで国境から離れた軍事拠点を攻撃することは認められていません。ウクライナのレズニコフ前国防相は、今年5月31日、米ワシントンのシンクタンク大西洋協議会で講演し、我々はロシア領内を攻撃する許可を得たと述べ、欧米諸国の判断を歓迎しました。ロシア側の軍事拠点を攻撃対象にできれば、民間人の犠牲を減らす有効な手段になると強調したのです。レズニコフ前国防相によると、現時点でロシア軍による攻撃で少なくとも1万1000人以上の民間人が死亡し、1万1000人が行方不明、2万8000人が捕虜となっています。国連人権高等弁務官事務所の発表では、ウクライナでの民間人の死者は約1万人に上ると報告されています。レズニコフ前国防相は、ロシア軍が制空権を握る中で民間人を守るためには防空体制の強化が急務であり、F-16 戦闘機は防空システムの主要部分をなすと早急な配備を求めました。レズニコフ氏は、イランや北朝鮮と結託するロシアの勝利を許せば、独裁国家連合の新たな支配構造が世界中で形成されるとも訴えました。別の紛争に発展し、米国の軍事経済負担が増える事態を抑止する意味でも、ウクライナ支援は現実的だと強調し、我々は疑いなくこの戦争に勝つと結束に自信を示したのです。ウクライナへの軍事支援額で米国に次ぐドイツのホフマン政府報道官も、5月31日、同国が供与した兵器をロシア領内への攻撃に使うことをウクライナ政府に許可したと発表しました。ウクライナに隣接するロシア国境地域への攻撃を想定しており、ホフマン報道官はウクライナには自衛権があると表明しました。ドイツ政府が公表した最新の統計によると、これまでにドイツがウクライナに供与した軍事支援は総額約1兆9500億円に上ります。主な供与装備としては、レオパルト2主力戦車18両、ゲパルト対空自走砲34両、マーダー歩兵戦闘車40両、パンツァーハウビッツ2000自走榴弾砲14門などが挙げられます。英国国防省が2024年5月29日に公表した情報によると、ロシア軍の戦死者数は約15万人に達したとみられます。一方、ウクライナ軍の戦死者数は約7万人と推定されています。ロシア軍の総死者数は50万人に上るとの見方もあり、ウクライナ国防省は2024年5月時点のロシア軍の損失を戦死者約18万人、負傷者約33万人と見積もっています。ウクライナ軍の総司令官を2022年2月の開戦以来務めてきたワレーリー・ザルージニー大将は、2024年2月、ウクライナ東部の前線視察中に部下の砲撃で負傷し退任することとなりました。この人事については、
ザルージニー大将とゼレンスキー大統領の間に確執があったとの憶測も流れています。シールスキー新司令官は就任にあたり、指揮系統の改善、兵端の充実、新技術の導入などを優先課題に掲げました。特に無人機や電子戦の分野では、実戦で効果が実証された新兵器の普及を進める方針です。例えば、トルコ製の攻撃用ドローン、バイラクタル TB2 は、ロシア軍の戦車や装甲車両に対して高い戦果を上げています。また、米国製の対レーダーミサイルハームは、ロシア軍のレーダーサイトを効果的に破壊しています。ただ、計画を効率的に実行に移すには、西側諸国からの軍事支援物資の適時の提供が不可欠となります。ロシアのプーチン大統領は5月29日、ウズベキスタンを公式訪問し、シャフカとミルゼヨエフ大統領と会談しました。ウクライナ情勢をめぐっては、ロシアによる一方的な侵略戦争を続ける現状への懸念が国際社会で広がっており、プーチン大統領の外遊を通じた外交的な正当化の試みは、各国から冷ややかな視線を向けられています。国連難民高等弁務官事務所の発表によると、ウクライナからの避難民は約600万人に上り、そのうち 92% が欧州に滞在しています。ウクライナ国内では約370万人が国内避難民となっており、556万人が避難先から戻ってきていますが、収入の確保や家族の離散、治安の不安など様々な課題に直面しています。ロシアによるウクライナ侵攻が始まって以降、ロシアは2022年2月時点でウクライナ領土の約 7% を占領下に置いていましたが、現在では約 17.5%、面積にして約4万1000平方キロメートルを支配下に収めています。これは侵攻前からロシアが占領していたクリミア半島とドンバス地方の一部を含めた数字です。ロシア軍は5月、ウクライナ東部ハリコフ州で攻勢を強め、州都ハリコフの北東で複数の国境沿いの集落を占拠しました。英国のリチャード・バロンズ元統合軍司令部は BBC のインタビューで、ウクライナが2024年中にロシアに敗北する深刻なリスクがあると警告しました。ウクライナ軍は弾薬や兵員、防空システムが不足しており、ロシア軍が下記に大規模な攻勢を仕掛けてくれば、ウクライナ軍の防衛線が崩壊する最悪のシナリオもあり得ると指摘したのです。ウクライナがロシアを逆に攻める展開に。ロシア軍は民間施設であろうと無差別に攻撃を加えているのに対し、ウクライナ軍は敵の軍事基地やインフラ施設への攻撃すら許認可制で、しかも敵国土への進出も許されない状況で防衛線を余儀なくされてきました。こうした中、ウクライナが欧米諸国から供与された兵器を用いてロシア領内を攻撃することをめぐり、NATO 加盟国の間で容認する動きが広がっています。NATO のイェンス・ストロテンベルク事務総長は2024年5月30日、チェコ・プラハで開かれた NATO 外相会合の基調講演で、ウクライナが欧米から供与された兵器でロシア領内の標的を攻撃することに容認の立場を示しました。ストルテンベルク事務総長は、ウクライナには自衛権がある。ロシア国内の軍事目標を攻撃することも自衛権に含まれると述べ、加盟国に兵器使用の制限を設けないよう呼びかけました。一方のロシアのプーチン大統領は5月28日、ウズベキスタンの首都タシケントで記者団に対し、ウクライナによる西側の兵器を使ったロシア領内攻撃を容認する一部の NATO 加盟国の姿勢を批判しました。プーチン大統領は、エスカレートが続けば深刻な事態を招きかねないと牽制し、世界的な紛争を望んでいるのかと怒りをあらわにしたのです。ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、5月30日、ロシア領内への攻撃はレッドラインだと警告しました。ザハロワ報道官は、ロシア領内への攻撃は、ロシアと NATO 諸国との直接的な軍事衝突、つまり第三次世界大戦を意味すると述べ、核兵器使用の可能性にも言及しました。アメリカ国防総省が2023年11月に公表した報告書によると、ロシアの戦略核戦力は1588発の弾頭を保有し、そのうち1185発が即応態勢にあるとされています。一方、アメリカの戦略核戦力は1644発の弾頭を保有し、そのうち1373発が即応態勢にあります。ストックホルム国際平和研究所の発表によると、2023年1月時点で、
ロシアの核弾頭数は5889発、アメリカは5428発となっています。両国を合わせると世界の核弾頭総数の約 90% を占めます。ウクライナのゼレンスキー大統領は2024年6月1日、ウクライナがアメリカなどから供与された兵器でロシア領内を攻撃するのは時間の問題だと述べました。ゼレンスキー大統領は、いずれにせよロシアの領土で彼らを倒さなければならない、これは戦争だと強調しました。 ABBC 放送は5月31日、アメリカ政府関係者の話として、ウクライナ軍によるアメリカ製兵器を使ったロシア領内への標的の攻撃を防衛目的に限り認める方針を伝えました。ただし、地上発射型巡航ミサイルシステム ATACMS の使用や長距離攻撃は引き続き禁止するとのことです。欧米諸国のウクライナ支援をめぐる方針展開は、ロシアによる侵略の長期化に伴い、ウクライナが劣勢に立たされている現状を踏まえたものとみられます。ウクライナが反撃に転じるには、より踏み込んだ軍事支援が不可欠との判断があるようです。こうしたウクライナがロシアに攻勢を仕掛けている状況などについては、海外からも多くの声が寄せられていましたのでご紹介します。海外の報道。ウクライナがロシア領土を攻撃したのは当然の権利だ。侵略国のロシアに遠慮は無用。むしろもっと大規模な反撃を加えるべきだ。ロシアの軍事拠点や指揮系統を徹底的に破壊しないとウクライナは勝てない。プーチンを追い詰めるにはロシア国内へのさらなる攻撃が不可欠だろう。ウクライナに攻撃範囲の制限をかけていた欧米諸国の方針転換を歓迎する。ロシアの侵略を止めるには同じ土俵で戦わなければならない。ウクライナ軍にはロシア領土への攻撃を思う存分やってもらいたい。それがプーチンにも戦争終結を決断させる一番の近道になるはずだ。ロシアへの反撃はウクライナの正当な自衛権の行使だ。国際法上も何ら問題ない。プーチンの脅しに屈してはいけない。ロシアの軍事力を削ぐためにも、ウクライナ軍にはロシア国内の標的をもっと積極的に叩いてほしい。それが戦争の早期終結につながる。ウクライナがロシア領土を攻撃するのは時間の問題だった。侵略を受けた側が反撃に出るのは当たり前だ。欧米はウクライナにもっと攻撃的な兵器を提供すべきだ。ロシアの軍事拠点や補給路を断つことができれば、戦局はウクライナ優位に傾くだろう。ロシアへの反撃を許可したアメリカの決定は英断だ。プーチンの脅しに屈さず、ウクライナを全面的に支援する姿勢を示したことを評価したい。ロシア国内へのさらなる攻撃によって、プーチンを交渉のテーブルにつかせることができるはずだ。ウクライナの勝利のためなら、多少の危険は覚悟の上だ。ウクライナによるロシア領土への攻撃は喜ばしいニュースだ。力による現状変更を許さないという強いメッセージになる。欧米はウクライナにロシア国内の軍事拠点を攻撃できる兵器をもっと提供すべきだ。戦争を終わらせるにはロシアの戦争遂行能力を徹底的に叩く必要がある。ロシアへの反撃はウクライナの当然の権利だ。今まで我慢してきたウクライナを称賛したい。欧米はロシアの報復を恐れずにウクライナを支援し続けるべきだ。ロシア国内のインフラや軍事施設への攻撃を拡大することで、プーチンに戦争の代償の大きさを思い知らせることができる。ウクライナがロシア領土に攻撃したのは自衛のためだ。国際社会はこれを正当な行為として認めるべきだ。プーチンの脅しに屈してはならない。ロシアへのさらなる反撃によって戦争を終結に導くことが、ウクライナの正義の実現につながる。欧米はウクライナを最後まで支援し抜こう。ロシア領土への攻撃拡大はウクライナの正当な権利だ。侵略国家の言いがかりに惑わされてはいけない。欧米はウクライナにロシア国内を攻撃できる武器を惜しみなく提供すべきだ。プーチンの軍事力を削ぐことができれば、ウクライナの勝利は確実だ。戦争終結への鍵を握るのはウクライナだ。今回のウクライナの行動を全面的に支持する。力で奪われたものは力で取り戻すしかない。ロシアが完全に降伏するまで、ウクライナ軍にはロシア領土への攻撃を続けてもらいたい。それがウクライナの主権と領土を守る唯一の道だ。プーチンの脅しに屈してはならない。日本の防衛力強化は緊急の課題。ウクライナの状況を日本に置き換えてみると、日本の安全保障環境の厳しさが浮き彫りになります。ウクライナと同様に専守防衛を掲げる日本ですが、現行の憲法の制約により自衛隊の活動には大きな制限があります。
仮に日本が攻撃を受けた場合、政府が防衛出動を決定しない限り、自衛隊は十分な対応ができないのが現状です。現在日本を取り巻く安全保障環境は急速に悪化しています。中国は台湾周辺での軍事活動を活発化させており、尖閣諸島周辺での領海侵入も頻発しています。防衛省の発表によると、2023年度の中国軍機による尖閣諸島周辺での領空侵犯は、前年同比で約 30% 増加し、過去最高の1200回を記録しました。2024年5月には、中国海警局の船舶が尖閣諸島周辺の日本領海に4日連続で侵入し、過去最長記録を更新しました。北朝鮮も今年1月から5月までの間に、すでに30発以上の弾道ミサイルを発射しています。これは前年同期の2倍以上の数です。2024年5月25日には、北朝鮮が新型の潜水艦発射弾道ミサイルの発射実験に成功したと発表しました。日本の EEZ 内に着水したとみられ、日本の安全保障に対する重大な脅威となっています。韓国軍合同参謀本部によると、このミサイルは約 1000km を飛行し、最高高度約 6000m に達したとのことです。ロシアもウクライナ侵攻以降、日本海での軍事演習を強化しています。4月にはロシア軍の艦艇約20隻が日本海に展開し、大規模な軍事演習を実施しました。これは過去10年で最大規模の演習だったのです。ロシア国防省は太平洋艦隊所属の潜水艦2隻が日本海で対潜水艦戦の演習を行ったと発表しました。こうした状況を受け、日本政府は2023年12月、新たな国家安全保障戦略を策定しました。この戦略では防衛費を GDP 比で 2% 以上に増額することが明記されました。2024年度予算では防衛費は前年度比 7.4% 増の6兆5000億円となり、過去最高を更新しました。また、敵基地攻撃能力の保有も明記され、長射程ミサイルの導入などが盛り込まれました。日本同盟の強化も重要な柱の一つです。2024年1月の日米安全保障協議委員会では、在日米軍の役割分担見直しや日米共同作戦計画の策定などが合意されました。在日米軍の経費負担に関する新たな特別協定も締結され、日本側の負担額は2024年度で1兆1000億円に上ります。5月には沖縄県の米軍基地で日米共同訓練ノーザンバイパーが実施され、日米の連携強化が図られました。しかし、日本の防衛力強化には課題も多く、米軍への依存度は依然として高いのが現状です。敵基地攻撃能力の保有に向けては、巡航ミサイルや長距離ステルス戦闘機の導入が不可欠ですが、コストや運用面での障壁は高く、実現にはまだ時間がかかりそうです。例えば、アメリカが開発中の極超音速ミサイルは、一発約30億円とも言われ、日本への導入には巨額の予算が必要になります。また、日本はステルス戦闘機 F-35 を147機導入する計画ですが、1機約150億円と高額で、維持費も年間1機あたり約30億円かかるとされています。2024年3月には、青森県沖で訓練中の F-35A が墜落する事故が発生し、運用面での課題も浮き彫りになりました。自衛隊の人的基盤の強化も急務です。2024年3月末時点の自衛隊員数は約22万人で、2010年の約23万人から減少傾向にあります。少子高齢化に伴う人口減少や若者の自衛隊離れなどが背景にあり、防衛力の維持強化に影を落としています。2024年度の自衛隊募集では、陸上自衛隊の充足率が 90% を割り込み、深刻な人員不足に陥っています。こうした中、日本は同盟国や友好国との連携強化にも力を入れています。G7 広島サミットでは、日本の提唱により、G7 安全保障協力枠組みの立ち上げが合意されました。インド太平洋地域での海洋安全保障や能力構築支援などで協力を深化させる狙いです。さらに2024年6月には、日米豪印の4カ国によるクアッド首脳会議が東京で開催される予定です。中国の台頭に対抗し、法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋の実現を目指す4カ国の連携は、日本の安全保障にとって重要な意味を持ちます。
5月にはクアッド4カ国による初の合同軍事演習マラバールがベンガル湾で実施され、中国を牽制する狙いがあったとみられています。日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増す一方であり、日本の防衛力強化は緊急の課題となっています。しかしその実現には多くの障壁があるのも事実です。日米同盟の強化と並行して日本自身の防衛力を着実に高めていくことが求められています。同時に外交努力を通じて地域の平和と安定の維持に貢献していくことも重要です。日本の安全保障政策はまさに岐路に立たされていると言えるでしょう。ウクライナの戦いは国際秩序を守るための戦い。ニューヨークタイムズの報道では、6月4日にウクライナは米国製の武器を使いロシア領内を攻撃しました。これはまさに米国がウクライナに許可を出したことの証明だと言えます。こうなれば今後ウクライナはますますロシアへの攻撃を加速させていくことになります。これまでロシアはとにかく前へ前へと進めてきましたから、これからは守りにも人員を割く必要が出てきました。これはロシアにとって非常に重い事態だと言えます。今後ロシアは厳しい状況に立たされることとなり、敗北まで秒読み段階になってきていると言えそうです。果たしてこのような状況でプーチン大統領はどのような決断をするのでしょうか。その動向に目が離せませんね。あなたはこうしたウクライナがロシアに攻撃を仕掛けていることについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。